ヨドバシカメラ、藤沢昭和藤沢昭和9月18日隊は日本の実業家。ヨドバシカメラ創業者。1935年、藤沢良作の長男として長野県諏訪郡本郷村で生まれる。1949年頃から父の良作は東京に出てカメラ関係の商売を始める。1960年に東京渋谷区本町で、 富士沢写真紹介を創業。1967年に東京新宿区淀橋に淀橋写真紹介を設立し、1974年に現在の淀橋カメラに社名を変更。2020年7月1日付で淀橋カメラの社長を退任し、代表権のある会長に就任。持ち株会社淀橋ホールディングスの社長は引き続き、務める。天野豊文。 ヨドバシカメラ社長、藤沢昭和さん、経営は、規模より、儲け。流通新聞。https://messe.nicke.co.jp/.rt/.news/.122121.html2017 年9月25日閲覧。ヨドバシカメラ、初の社長交代、藤沢和則副社長が昇格。 日本経済新聞、2021年5月17日閲覧。平成28年度調整功労者表彰。富士見町、2016年1月17日閲覧。漢方第373号、令和2年11月13日。漢方第388号、令和2年12月7日会社概要。会社概要会社概要。ありがとうございます。